ゲルハール、ヘンリック・アルマウェル・ハンセンは、来近の発見で知られる、ノルウェーの医者。ハンセン病は、彼の名にちなむ。ベルゲンで生まれ、王立フレデリーク大学で医学を学び、1866年学位を取得した。研修医として、短期間、クリスチャニアの国立病院で勤めた後、露法天の医者となった。そして、ハンセン病の研究のためベルゲンへ戻り、 有名な専門家であったダニエル・コルネリウス・ダニエルセンと共に研究を進めた。当時ハンセン病は家族性化またはミアスマによるものであると広く考えられていた。研究を進めるうちにハンセンはこの病気の原因は最近によるものではないかと考えるようになった。1870年から翌年にかけて仮説を証明するための技術をつけにボンド・ウィーンに旅行した。 1873年、すべての患者から雷菌を発見したことを発表したが、これらが最菌であると主張しなかったためほとんど指示を受けなかった。1879年彼はアルバート・ナイサーに組織標本を与えた。ナイサーは菌を染色することに成功し、1880年、病原生成物を発見したと発表した。発見者のハンセンと同定者のナイサーの間には、 対立もあった。ナイサーは努力をする中でハンセンの援助を軽視していた。ハンセンの主張は人工培地内での純粋培養と棒状の生物が感染したということの証明の失敗によって不完全なものであった。その上ハンセンは少なくとも一人の女性患者を感染させようとしていた。これにより裁判沙汰となり、彼は病院での地位を失った。それでもなお、 ハンセンはノルウェーのハンセン病のための軍医官のままであった。彼の努力によって1877年には1800件が報告されていた。発病件数が1901年には575件に減少した。1909年にベルゲンで開かれた国際ハンセン病会議で彼の優れた仕事が認められた。ハンセンは1860年代から梅毒をわっていたが、 心臓病によって死去した。ベルゲンでは医学博物館がハンセンを指名し、この博物館はしばしばハンセン病博物館と呼ばれる。ベルゲン大学もまた彼のために研究施設アームアーハンセンビルディングをベルゲンのハウケランド大学病院内に開いた。ありがとうございます。